はい。皆さん、こんにちは。出雲雅人です。こちらではお久しぶりです。えー、とですね、ブログとかですね、ツイッターとかですね、そちらの方では動きはあったんですけども、こちらの動画の方では皆様とお久しぶりになります。えー、とですね、先日ですね、えー、ゴジラのマイナス1.0を見に行ったんですね。これがですね、あの、とてもいい映画ですね。えー、まずですね、 まあ人間愛のですねあの感動できる部分ももちろんそうなんですけどもまあそれ以外の,その技術的な部分はあのまあいわゆる特撮の部分ですねまあそういうところとかですねあるいはその時代設定であるとかその背景にまつわるその多々いろいろある部分ですねまあ映画で言えばその小道具にあたる部分とかですね えー、巡洋艦の高尾が出てきたりとかですね駆逐艦の雪風とかですねあの響きが出てきたりとかですねあるいは極地戦闘機の神殿が出てきたりとかですね、えー、マニアックなですね,ねオタクの人たちにもですねこう心に来る、ね、キュンキュンする、ね、映画であるということが言えるかと思うんですね。で怪獣ものというとですねなんかオタク映画かなっていう部分もあるんですけども、まあ、それは、ね、そんなことはなくてですね あの極端に言えばあのおデート映画としても使えるぐらいのですねその人間ドラマとかですねその人間愛にあたる部分なんかもですねきちんとあの描かれてる映画なんですね。そういった意味ではです、ねそのまあ、多面性を帯びていてですね、まあ、いろんな側面というのを持ち合わせてる映画なんですよ。で今もですね あその山崎監督の作品っていうのは多々いろいろ見てきてるんですけども、えー、作品はですねその回数を重ねるごとにですねどんどん品質がアップしてってですね,ねあの一番ですねあの緻密性が帯びててよくできてるあの作品だと思うんですね。もうここまで来るとですねもうハリウッドっていうのをね明らかにもう超えてる部分があってごめんなさいね世界の人たちから見ても「わこれはすごいな」っていうふうに ね日本の映画ってすごいなっていうふうにあの思えるぐらいの出来栄えで来てるんですね。もうぜひですね、もう百聞は一見にしかずなんて言葉もありますけども、ねぜひ見に行ってみるといいんですね。であの実際ですね、目、ね、見た方がみんな口々に言ってるんですけども、いやこれは複数回見たいなとか、ね最低でもあともう一回見たいなとか、まあ3回ぐらい行っちゃうぞとかね,ねそういう方も。 ね、いるんだけども、まあ、実際それだけよくできてる作りりではありますねなんて言ったらいいのかな怪獣映画だけど怪獣映画じゃない、ね、その人間ドラマ人間愛を含めてあるいはそのオタク要素の部分その、ね、二次大戦の兵器が出てきたりとかですねこうね第二次大戦の末期からその戦後すぐあたりの,、ね、あの背景を ね、映画化してるんですけども,もうその辺がですねこの時代設定がですねなかなかよくできててですねそのうまい具合によく考えられてるんですねでそういった部分も全部含めてですねあこれはいいなっていうあの思えるはずなんですねでも本当に若い方からご年配の方まで、ね、納得のいくあ見てよかったなっていう作品だと思いますよ。まあ下手なですねあの外国映画を見るよりもですね ほど中身というのは充実してる部分があります正直言ってまあ実際ですねこう山崎監督っていうのは本当にすごい方だなっていうふうにねみんな思ってるんじゃないかなで日,本日本からのぐらいのねあれだけの人物を輩出できたっていうのは、まあ、日本の誇りだということが、ね、本当にできるかと思いますね。でぜひですねあの見て損はない映画だと思うので えもしよかったらね見てみるといいと思うんですね。今話の外観だけになってしまったんですけども、わざとそのネタバレしないように話したんですね。でこれからね見る方がなんだ変なところでネタバレしないでくれっていうふうにね思うかもしれないですから、まあ実際見てみてですねあの肌で感じていただくといいと思うんですね。 本日はですね、うちのチャンネルを見てくださってどうもありがとうございます。もしよろしければですね、いいねをしていただけるか、あるいはチャンネルフォローをしていただけると大変私の励みになります。どうもありがとうございました。